私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、かいつぶり。来たよ、僕の町。6時だよ。知ったかぶり、かいつぶりニュース。SDGs、やってくれ。私たちは安野さん SDGs チャレンジを応援しています。じゃじゃーん、女子硬式野球の、東読みバイオレッツと言います。このコーナーは安野おっさんが滋賀県を巡りながらゲストとお話しするゴミ拾いトークショーです。背番号33番、岡田このかです。このかちゃん、どこ守ってんの？ライト守ってます。ライト、こっからもう矢のような返球返ってくるんちゃうかな。いいわしの心に来たね。いいね。オッケーだんだん乗ってきた。そして背番号16番、木瀬優里です。優里ちゃん、はい、優里ちゃんはキャッチャーです。キャッチャー、イエーイ。なんかあれやな、あの盗塁とかよう刺しそうやね。違う？なんか目がこうどっくいろいろ見てるような気するわ。さっきみたいにビシッと返してるのね。ズバズバズバ、これは失礼、ズバです。オッケーオッケー。やっぱスポーツマンやから早いね。ゆうりちゃん、はい、踊った時でもゆうりに進めている作戦を考えてくれてるやと思うので、ピッチャーを安心させるこの笑顔もあるし、こうやってこの笑顔でマウンド来てくれたらやな。ちょっと焦っているけど大丈夫、満塁やけど大丈夫やけど、ピンチになるかもしれん。マウンドに行って、ピンチの時は、今日夜ご飯何食べよっかとか。それマジで？そうなんや。気を紛らわせることも大事かなって。それでその試合に勝とうが待ってようがこの人は仲間ないと思えるんやろね。やっぱりピッチャーによってボケていい時と真剣に言わなあかん時この時に晩御飯のおかず話してる場合ちゃうよなって言われるもんな。状況に応じて。さっきなんかあの看板あったけど、あれ国スポ？今度滋賀県でやる。そうです。あの、アンダバサーなんてな。アンバサダー。アンバサダーバサダーのバサダーバサダーバサダー苦手やから。女子野球はあの国スポの競技には入ってないんですけど、やっぱスポーツを通していろんなスポーツの応援を、東近江で活動させてもらってる私たちがこうサポート応援していこうっていう形で関わってます。あの体操のアンバするわけじゃないね。あ、違う。違う。バイオレット、赤い情熱。やで、熱心にやってくれはるから、その PR 任せも安心やね。このチームは、全国優勝をすることを目標に活動してまして、関西では2連覇させてもらってるんですけど、おめでとう、三夜で。まだ全国では優勝ができてないので、その全国優勝を目指して毎日頑張ってます。なるほど。そのわしちょっと詳しい中で申し訳ないけど、何リーグっていうのに所属してんの？全日本女子野球連盟っていう連盟と、関西女子硬式野球連盟っていう、その2つの連盟に加入してます。それで関西ではもうチャンプと、はい、2連覇と防衛戦と全国を目指す。はい、ズバことこのかちゃん来てくれました。イエーイ、ズバこのかちゃん、ちょっとカメラ回ったテンション上がるね。このかちゃんどこ出身やったっけ？香川県出身です。あ、香川県麺どころ。うどんだよいいね。お、
ということは今度あの愛媛である大会やったら近く行けるね。超近いです。みんな実家に寄れるかもしれんで。うどん食べよう。うどん食べよう。お親戚みんな坊ちゃんスタジアムにズバッとやるからって。ズバッとやるで言うて。やるね。一番はやっぱり元気なところが大好きです。あのチームここなんでここに入ろうかって決めたのはなんでな。ここで野球がしたいと思ったからです。なるほど。滋賀県に行ってみて滋賀県どない。あ、誰か見てるで。わしみたいなおる県面白いやろ。自然が多くて、うん、住みやすくて、うん、大好きです。あ、いいね。ウェルカム滋賀県やで。ウェルカム。では男子と一緒にやってました。で高校は愛媛の新田高校っていう高校で女子の硬式野球をしてました。なるほど。じゃあみんな中学までは男子としてるのは多いんやね。はい。香川にはなくて県外出て野球しました。越境いうやつや。越境。越境。おお、保健機能。保健機能。やっぱりインプレーできた時とかが、うん、はやっぱり嬉しいし、そこの体感もあるなるほどな。普段は、うん、学童で働いてます。そうだよ。子供いっぱい来て、はい、この家でおやつまだやかなとか言ってんの。そうです。もうおやつ食べてる時お腹すいたって言ってます。子供好きな。好きです。あ、そんな感じやな。に向いた仕事してるやん。大変ですし、強いチームも、まあ、増えてくるっていう中でもやっぱり勝ち残っていけるように頑張ります。いや、みんなが頑張ってくれたらな。今までほら男子チームに混じって中学校の時とかやってたんが、女子中学のチームがいろんな学校できたりとかやな。みんなの頑張りによってなるかもしれんもんな。はい。泣いてんのか。わしの胸で泣くか。緊張した。うん。安のおっさんとゴミを拾おう。次回に続きます。今日のエンディングはこちら。びっくりやわへ長浜のちりめんは食べ物ではありません。高島クレープも食べ物ではありません。ルナです。へいそやったん。へいへいそやったん。へいそやったん。びっくりやわへ。見逃し配信寄ってるで。ウェブアミンチュで。